はい、どうもこんにちは、琉球ライダーです。今回の動画はバイク乗りには欠かせないレッグバッグの紹介をしたいと思います。まあ、というより僕がレッグバッグを買ったんで、ちょっとねこれの紹介をしたいと思いますね。はい、僕が買ったレッグバッグというのはこちらです。串谷さんの 2way レッグバッグというものです。串谷さんの 2way レッグバッグです。あのね、ここに串谷って書いてますよね。この串谷さんのね 2way レッグバッグを買いました。まあ買いましたけど、これ実はですね、新品ではなくて中古品です。というのはこの画面見ても分かる通り、こっちにはやぶさって書いてますよね。これどうやら鈴木さんと串谷さんがコラボして作ったものらしくて、鈴木さんのイベントの時にしか販売していなかった限定品らしいんですね。でこれが、ヤフオクで出品されていましたので、まあこれはと思って落札しました。はい、まあ見事、落札できたんですけど良かったと思います。まあ一応ですね、中古品なんですけど、まあ、このロゴがない 2way レッグバッグというのは現在も串谷さんで販売されておりますので、まあよかったら覗いてみてください。概要欄にリンク先を貼っておきますので、よかったら見てみてくださいね。で、このレッグバッグの、機能性とか、これはいいなと思ったところを紹介していきたいと思います。まずですね、この外観ですね。外観こんな感じです。まあ、大きさというのはそんなに大きくもなく小さくもなくという感じですね。で表面っていうか、これ 100% 革なんですよ。結構ですね、柔らかい革を使ってます。牛革なんですけど、どうやらホルス牛っていうのを使っているらしいんですね。まあ、公式サイトにはそのように書いてありましたけども、ホルス牛って多分ね、ホルスタイン牛という牛だと思うんですけど、白と黒の模様をした牛がいますよね。牛乳を提供するような、チーズとかを作るような、牛だと思うんですけど、その牛にオイルを染み込ませて作った革を使用してるそうですね。まあそのせいか分かりませんけど、結構ですね、柔らかい感じがします。ただ見た目ですね、なんかフェイクレザーのような感じがしますね。個人的にはやっぱり質感が柔らかいんで、すごくなんか弱いんじゃないかなという気もするんだけど、まあ、ちょっと分かんないですね。まあ、串谷さんのこのレザー商品っていうのは初めて使うんで、まあ、今後使っていきながら、レビューできればと思います。じゃあですね、機能性というか、ポケットはですね、このようにファスナーが縦に1個と横に1個ですね。であとはメインのファスナーがあります。でこのサイドにある縦と横のファスナーは一体何を入れるかはちょっと分かりません。まあ多分ね、映画のチケットとか、まあ、目薬とかそんな感じじゃないかなと思うんですよね。というのはですね、ここですね、ここなんかスマホとか入りそうじゃないですか。で実際ちょっと入れてみると奥まで入りきらないんですよ。ちょっと惜しい感じがするんですよね。はい、一応ですね、こうやってかぶせれば入らないってこともないんだけど、撮るときにね、結構こうなんかめんどくさいですよね。なのでね、まあちょっと何に使うか分かんないです。でこのメインの方はですね、こんな感じでね、深くなっているんですよね。ですからこのような長財布っていうのはね、簡単に入ります。結構ね、余裕があるんですよね、余裕がありますよね。で余裕があるんで、例えばこんなサングラスですね、サングラスもね普通に入るんですよね。ほら、結構ねまだ余裕があるんですよ。なのでね、まあ、例えばね、コンタクトレンズとか目薬とか液体とか、それを入れることもできるでしょうし、女性だったらですね、ちょっとした化粧品なんかも、まあ、財布と一緒に入れることができるんじゃないかなと思います。それにしても、まあ、そんなに大きなレッグバッグではないんですね。結構ね、スマートに作られておりますので、まあ、そのあたりは個人的に好きですね。レッグバッグもね、いろいろありまして、まあ、でかいものもあれば小さいのもあるんですよ。まあ、どれがいいかっていうのはもちろん好みだと思うんですけども、この串谷さんのね、レッグバッグは程よい大きさをしていてとてもいいです。太ももの横とかにもね、置いても全然違和感がありませんし、あとですね、使い方というか、まあ、このレッグバッグとかですね、お尻に回して、使うこともできるんですよね。例えばバイク乗るときは太ももの横にで、まあ、街中を歩くときはお尻の方に回して、使うと、そういうような使い方もできますので、意外とね、バイク乗らない時でも使えるものだと思います。それとですね、個人的にこれはいいなと思ったのがありまして、それがこれです。ベルトですね、ベルト。このベルトですね、このボタン、大きい丸いボタンを押すと、外れるんですよね。わかりますか？これ、良くないですか？ね、普通こういうベルトだと、なんて言うんでしょうね。まあ普通の腰に巻くようなベルトのようなものだったりするんですけど、この串谷さんのはですね、こういうワンタッチで、さらに、
押して外すというタイプなんですね。バイク乗りはですね、結構グローブしている方が多いと思います。で、そのグローブをしながらでもこのようにただ押すだけで外せるというのはですね、よく考えられているなと思いますし、まあ、優しいなと思いましたね。このように、使い勝手がいいのは。で、もちろん太ももの方も同じように作られてますね。こんな感じで、なんかね、バイク乗りのために作られたような感じはします。まあ、革のね、質感というか、もうちょっとね、革は硬くてもいいかなと思うんですけども、このデザインとかですね、機能性に関してはね、すごく満足してます。いいっすね。はい、というわけで今回の動画はいかがだったでしょうか。今回はですね、串谷さんの 2way バッグを紹介してみました。冒頭にも話した通り、このハヤブサのロゴがあるものは販売してませんけど、まあ、実際このハヤブサがないものは現在も 2way バッグとして販売してますので、よかったら参考にしてみてください。というわけで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。Nobody for nothing. I'm an independent diva, put a star that you love it, so check it out.